はい、さてこんにちは、前田です。さて、今回のチョコチャンネルですけれども、春の選抜ですね、春の選抜が終わったんですけれどもね、今回のね第96回選抜甲子園大会は、我が都筑中央ボーイズの OB の2人が、活躍してくれました。まあ、まず出場することだけでもね、すごいことなんですけれどもね、その中で、マウンドに立ち、そして打席に立ちと守備につきといったところで、まあ、この2人にはすごくいい思い出になったんではないかなというふうに思います。まあ、まずはですね、創志学園高校の山口瑛太投手ですね、左の投手ですけれども、初戦ですかね、彼の中では初戦で、初の甲子園のマウンドで14奪三振ということで、そして完封シャットアウトゲームということでね、彼も歴史に名を残してね、素晴らしい経験ができたんではないかなというふうに思います。そして、上層学院の、鈴木俊樹選手ですね、我が軍のキャプテン、でしたね、まあ、スタメンではなかったんですけども、まあ、最後ね、自分の中で、まあ、目いっぱいのプレーをしてくれてね、彼の中でもいい思い出になったんじゃないかなというふうに思います。さて、まだまだうちのね、我が軍の OB 君たちは頑張っております。今度は夏を目指してね、創志学園だけではなくて上層学院だけではなくてね、できればみんな甲子園に行ってもらいたいんですけれどもね、夏を目指して切り替えてまた次の舞台へ行ってほしいなというふうに思います。はい、2人ともお疲れ様でした。